ハブラシーは、近藤文江による日本のサスペンス小説。原頭者が発行する月刊 PR 小説誌、ポンツーにて2010年7月号から2011年8月号まで連載され、その後過失、修正した上で2012年9月27日に単行本として刊行された。2016年に NHKBS プレミアムでテレビドラマ化された。 脚本家として活躍する新壁鈴音は、ある日突然、高校卒業以降ほとんど交流のなかった、同級生、古澤水江からの電話を受ける。深夜だったが切羽詰まった声に仕方なく会いに行くと、水江は一人ではなく7歳の子供、康太を連れていた。暴力を受けたため、夫とは2年前に別れ、仕事は半年前にリストラされて医者料も使い尽くしてしまい。 家賃が払えずにアパートを追い出されてしまったのだという。10万円くらい貸せば、ウィークリーマンションを借りることもできぎりが立つだろうと考えていた、鈴音だったが、水江はそれでは、住所が問題になって再就職できないといい、一週間、鈴音の家に泊めてもらえないかと頼む。戸惑う鈴音だったが、仕事が見つからなくても一週間経てば出ていくという、水江の言葉を信じ、 二人を自宅マンションへと連れ帰る。ごめんなさいと終始恐縮した様子を見せる水絵だったが、鈴音は何かあっても疑わずに済むようにと念のため、通帳や印鑑などの貴重品は仕事用のマンションへ移動させる。生活スタイルが全く違う二人との生活は、やはり窮屈な上、水絵の感覚はどこか、鈴音とは異なったものであり、新品の歯ブラシを渡すと、 使用済みのものを返却する、バスタブのお湯を抜くと、もったいないと非難するなど、鈴音は、不快さを感じずに入られなかった。渋谷のマザーズハローワークでは、コータとはぐれ、就活には不可欠なはずの携帯ですら充電切れで、つながらないなど、水への意識の低さにイライラを募らせていた、鈴音だったが、ひどい頭痛で自宅で寝ていた時にかけられた水への、いたの、 という言葉に不満を爆発させる。しかし水江は鈴音が自分と違って恵まれた環境にいることを理由に、あと一週間止めてほしいと言い始め、断ろうとすると、じゃあ結婚しなかったらよかったのー太を産まなければよかったのと激高する。そばでそれを聞いているー太の心情、そしてー太が高熱を出してしまったこともあり、鈴音は一週間の延長を承諾せざるを得なく、 なってしまうこの先どうするべきかと考えあぐねていた頃、高校時代の友達、中島美穂子からメールが来る。水絵のことを覚えているか聞いてみると、大丈夫あの子って、手癖が悪くて、有名だったじゃないと、昔水絵が、クラスメートの財布を盗んだと騒ぎになったことを、思い起こされる。しかし今もそうとは限らないと思い、自宅に、 防犯カメラを設置すればいいという友人、米沢マリカの案にも躊躇していた、鈴音だったが、コータを押し付けて、面接と病院に行ったにもかかわらず、鈴音の子守りの仕方を責め立てたり、鈴音の仕事場と同じマンションに住むなだが、紹介してくれた就職話をなんだかんだとケチをつけて、話を進めない相変わらずな振る舞いを続ける水へと、再度ぶつかり合った末、 ついに水江はコータを残して、温心不通になってしまう。一週間は、待ってみようと思った、鈴音だったが、コータが家を飛び出して警察に探してもらわなければ、ならなくなるなど、子供一人を預かる責任をリアルに感じ、意を決して水江の実家に連絡を取り、水江の姉に事情を話し、水江の別れた夫、梅森明彦に、コータを迎えに来てもらうよう話をつける。しかし実際に、 コータを引き渡す際、水江のことばかりを悪く言う梅森の姿や、嫌がるコータの姿を見て、後悔の念が押し寄せる。そして水江が昔財布を盗んだと、クラスメートに責められていた時、自分が水江をかばったことがあったことを思い出す。だから水江は自分を頼ってきたのか。真意はわからないまま、やっと電話がつながった水江に、落ち着いたら、また連絡ちょうだいと言ってみるが、水江は、 今までの感謝は伝えつつも、何のためにと拒否する。10年後、鈴音のマンションを成長したコータが訪れる。コータは昔、水江が世話になった友人たちの、格、家で屋探しして様々なものを盗んでは売っていたことを認識しており、鈴音の仕事用マンションにも勝手に入ったことがあると告白する。一度、水江が作ったカレーを食べた後に18時間も、 眠りこけ、ひどい頭痛に襲われた時のことだと分かったが、何も盗まれてはいなかった。それを聞いたコータは、ほっとした様子を見せ、あれ以来になっていた水へと会ってみようと思うと話し、帰っていく。ハブラシー、女友達のタイトルで2016年1月5日から2月23日まで、NHKBS、プレミアム、プレミアム夜ドラマにて放送された。全8話。 20年ぶりに会った女友達の一晩だけ止めてほしいという願いを聞き入れてしまったことから始まる心理サスペンス作品。大きな事件やアクションはなく小さな嘘の積み重ねとちょっとした心の隙間に入り込んだ悪意によって最後まで嫌な感じを引きずる心理的な怖さを描く。主演の内田明が人気脚本家の新壁鈴音を演じ自己中心的で 厚かましく空気が読めない行動で、主人公を追い込んでいく女友達、古沢水絵を池脇千鶴が演じた。池脇は何一つ共感できない、大変なものを引き受けてしまったと後悔したと言いながらも、おどおどしているようで堂々としているといった水絵の特徴を紙に書き留め、できる限り彼女の心情を理解しようと努めた。そして普通では考えられない。 非常識な行動を悪人のようにしめしめという感じではなく、しれっと自然にしてしまうような演技を心がけ、それを受けていた内田は撮影中、役柄と同じようにストレスを感じていたという。2015年12月15日に第1話の完成披露試写会が開かれたが、イライラするけど、続きが気になると記者たちの間でも話題になった。また、 女同士のドロドロしたやりとりの中登場するニューアンな男性、長役の金子の明は、二人の女性どちらにとっても、救いとなる、温かい火を灯すような存在になるよう話し方、一つにも気を使って演じたと話している。新壁鈴音は、テレビドラマ、放課後のリフレインを手掛ける、売れっ子脚本家であり、プロデューサーの柳井守とは恋愛関係にある。柳井には、 家庭があるためその関係は公にできなかったものの、公私ともに充実した日々を送っていた。そんな、鈴音のもとを突然、高校時代の同級生、古沢水江が幼い息子のー太を連れて訪れる。離婚し、リストラされていくところがないと聞いた鈴音は、明日には出ていくという水江の言葉を信じて一番、止めるが仕事が決まらなかった水江は、翌日も、鈴音のマンションに戻り、 友人の米沢美穂子が懸念した通り、鈴音はずるずると水江との生活を続ける羽目になってしまう。物がなくなったり変に眠りこけてしまったりと、不可解なことが続くだけでなく、生活リズムが崩されて仕事もうまくいかなくなった、鈴音は、屋内との関係にも干渉してくる水江に苛立ちを募らせるが、高太の存在や、夫の暴力に耐えてきたという水江の身の上を、 考えると完全に突き放すこともできなかった。そんな中の唯一の癒しは、最近知り合った古書店の店主、名田隆との穏やかな時間だったが、水江は名田に、鈴音の不倫を暴露し、ネット上に鈴音と屋内のキス写真を載せるなど、さらに、鈴音の生活をかき乱していく。そんな中、鈴音は、母親が倒れたという知らせを受けて実家に帰り、思いがけず、 水江の夫、梅森正と顔を合わせ、本当は離婚もしていないし、暴力の話も同情を引くための水江の嘘だと聞かされる。自宅へ戻ると水江はコ太タを残して姿を消しており、水江を探しに出て警察に保護されたコ太タは、鈴音の連絡により、梅森の手に渡ってしまう。仕事を探していたという水江は帰ってきて、その事実を知って激高し、鈴音のマンションを出ていく。 ただならぬ、水江の様子に、後悔の気持ちが押し寄せていた、鈴音だったが、康太の忘れ物を渡すために、梅森の家を訪れたところ、康太を取り戻そうとする水江に暴力を振るう梅森の姿を目撃してしまう。水江は、康太のことを鈴音に託した後、梅森を指して、行方を喰らますが、鈴音にだけは、水江の居場所が分かった。 あの頃が一番楽しかったと何度も言っていた高校の音楽室で水絵の姿を見つけた鈴音は、コウタにとって母親の水絵がいかに必要かを伝えて励ます。水絵は自首し、障害罪で起訴されたものの、鈴音からコウタの成長を聞かされ、いつか美味しいご飯を食べさせる店を持ちたいと出所後に前向きな思いを馳せるようになる。鈴音は、屋内ときっぱり別れて、 新しい脚本の仕事を始め、なだと二人で新しい生活を始める。ハブラシい、女友達に関するカテゴリー。ありがとうございます。